こんにちは、イグラムです。最近抽象的な音を求めていて、ヤマハの DX7 や TX81Z などの12ビットシンセサイザーが好きなんですけどね。この度 TX16W という12ビットのサンプラーも手に入れて遊んでます。12ビットのサンプラーというと有名なのは、まあ EMU SP1200 や赤い S950 になるんですかね。TX16W はまああまり世間的な評価は高くないのかもしれないんですけど、これがね、脳がとろけそうなほどいい音するんですよ。TX16W の OS はフロッピーディスクから起動するんですけど、純正の OS が使いづらかったみたいですね。Typhoon 2000OS というサードパーティー製の OS によって、当時のトップサンプラーに匹敵するか、それ以上の機能を提供したとありますね。なのでね、Typhoon 2000OS のフロッピーディスクを作ってみました。用意したのは、富士フィルムの 1.4MB2HD のフロッピーディスクと、IBM の USB フロッピードライブ N533。普段は Mac なんですけど認識されなかったのでね、Windows で作業しました。フロッピーディスク、正式には 2DD が必要だったみたいで、2DD がある方は 2DD を使用してください。でないとフォーマットはできないのでね。僕は 2HD を無理やり 2DD と認識する方法、フロッピーディスクの右下の穴の裏表をセロハンテープで塞ぐと 2HD が 2DD と認識されるんですって。Windows と USB フロッピードライブをつないで、セロハンテープ付きのフロッピーディスクを入れてね、コマンドプロンプトでこのコマンドを叩くと 720KB の 2DD としてフォーマットできます。次に Typhoon 2000OS のイメージファイルをこちらからダウンロードしてね。あと Win イメージ11.0というアプリで、ダウンロードした Typhoon OS のディスクイメージ、拡張子が .imz のものですね、を書き込んで完成です。例えばピアノなんかをサンプリングしてみますと、空気感とかね、とても奥行きのある美しい音になるんですよ。それではね、実際に TX16W の音を聞きつつ、今回は以上となります。ありがとうございました。